皆さんこんにちは、こんばんは。ということで今回なんですが、未だですね続報が来ないドラクエ3HD2D リメイクなんですが、他の動画でねちょっとボリュームがすごいことになってるんじゃないのかなっていう話したじゃないですか。そうなってくると可能性があるのがこちらですね、まさかのですね2部作発売かなというお話なんですよ。でちょうどねいい感じで上の世界と闇の世界のアレフガルドってあるので、まあ、やろうと思えば上の世界の辺と闇の世界アレフガルド編として売り出すことも可能かなと思うので、そこら辺ですねちょっと今回話していきたいなと思います。それでは早速やっていきたいなと思います。ということでですね、他の動画でも言いましたが、ドラクエ3HD2D リメイクなんですが、オクトパストラベラーに比べるとボリュームがちょっとえげつないことになってるんじゃないのかなっていう話はしましたよね。そんな動画出したんですが、ちょっとこれね簡単に振り返っていきましょうということで、こちらね貼っておきます。オクトパストラベラー1なんですが、制作期間が3年ということで、これね2018年の記事でですね、言っていたので確定なんですよ。でオクトパストラベラー2が夜追加、船追加、グラフィック超進化になって、制作期間が3年と言われていたんですが、2023年の2月24日ということで、このですね、オクトパストラベラー1からですね、2まで発売までが4年半ぐらいになるのかななんですよ。でこのじゃあ3年じゃねえでじゃねえかよって話なんですが、多分この間に他のライブアライブとかもこの後出てるんだよね。オクトパストラベラーの後出てるんだよね。で、オクトパストラベラーでいうと大陸の発射がですね2020年に配信されているので、まあ、ちょっとどうなってるのかなと。でまあ一チームで作ってるってことはないと思うんだよねということで、ただですね、まあ一番最初の作品でいうと3年かかったと言っているので、まあ3年は間違いないのかなって言っていたんですよ。でまあ2に関したらですね、まあ1のノウハウがあると思うんですけども、だからもっと早くできるかなと思ったと思うんですが、やっぱりですね夜追加とかグラフィックがねちょっとねすんごい凝り始めたんですよ、1に比べると。で横とかちょっと横に動いたりするので、で1よりも1は縦と横だけの動きだったから、そこまでその2に比べたら細かいところまで描かなくてもよかったと思うんですよ。なので本当に3年以上かかってしまっている可能性もあるのかななんて話をしてたわけです、他の動画で。そしてですね、圧倒的にボリュームが違うって分かるのがですね、まずこちらご覧ください、こちらオクトパストラベラー2の地図なんですが、これにですね船でちょっと、行き来することができたということで、この上の方はちょっと行けなかったはずなんですよ。でちょっと船でこうやって行ったりするかなぐらいのものだったんですよ。でまあ広さで言うとそんなに広くないんで、狭いってわけではないんだけど、まあ確かにオクトパストラベラーっつって、まあ、ダンジョンがねいっぱいあったんですけども、世界マップとか考えるとまあそんなにないなっていうぐらいなんですよ。でですね、皆さんご存知の通りドラゴン3のですねマップご覧くださいと、こちら貼っておきますが、なんと2枚組ということで、オクトパストラベラー2の世界観を2個作んなきゃいけないって、そんな簡単に作れんのかっていう話を知った結果ですね、やっぱスクエニはやっぱりオクトパストラベラーの2倍ぐらいの期間をかけて5、6年で作ろうとしてたんじゃないのかって話がこの間したんですよね。たらまあコメントもそうですけども、いやそんなわけあるかいとか、いやそうかもしれませんねっていろんなコメントがあったんですが、それを踏まえてですね言いますが、今回なんですけども、まさかの2部作じゃないのかなというお話なわけですよ。そ可能性あるじゃないですか。なんでかっていうと、ファイナルファンタジーの7のリメイクプロジェクトっていうのがあるんですが、そちらがですねなんと3部作で10年かかるんじゃないのかなって言われてるんですよね。なのでまあ可能性ゼロじゃないよねって話なんですよね。ですねドラクエ3がただのリメイク HD2 リメイクだけだから大丈夫だろうって人いると思いますが、あのね普通のリメイクよりもとんでもなくいろんなものが増えることは間違いないんですよ。でこちらちょっとね、見てもらいたいんですけども、こちら見てください。 HD2D ゲームの一覧なんですが、多分ね抜けてたらごめんなさい。オクトパストラベラートライアングルストラテジー、ライブアライブリメイク、オクトパストラベラー2とでなんかあったと思うんですが、まあこんな感じだと思っておいてください。で発売予定の後、ドラクエ3HD2D リメイクなんですよ。でこれが何を言いたいかというと、ちょっと付けさせていきますが、こちらですね、多分ボイス付きになると思うんですよ。で全部これボイス付きなんで、ドラクエでどうなんのかな、多分だからドラクエだからボイス付きないよねっていう方もいらっしゃると思うんだよね。いやないだろうと思うんですけども、 HD2D リメイクというグループというか
で言うと他の作品はほぼ、全部だよね、ボイス付きついてるのでボイス付きなのかなっていうお話なわけですよ。でそれに合わせて世界マップが2個ということで、まあこれを考えるとまあ制作期間は AAA タイトル並みになるんじゃないのかなっていうことで 5,6 年っていう可能性もありますし、やっぱりですね、まあ、2部作になる可能性も、まあ、ファイナルファンタジーがそうだったのであるんじゃないのかなってお話なんですよ。でですね、じゃあ2部作になったらどんな感じになるのかってお話なんですが、区切りがいいといえばめちゃくちゃいいんですよ。こちらちょっとご覧くださいということで、区切りがいいといえばいいということで、バラモスまでで終わらせれば綺麗に終われるんですよ。でそれが上の世界編とか始まりの世界編とかで始まればいいと思うんだよね。これでまあ綺麗じゃないですか。でゾーマが出て、いや実を言うとどんならかんだらっつって To be continued で終わればちょうどまあ綺麗に終われるっちゃ終われるのかなと僕は思っております。でですね、2枚目が闇の世界アレフガルド編ということで、いいよね、アレフガルド、アレフガルドっていうけど、こう闇の世界アレフガルドって言った途端になんかめちゃめちゃかっこよく感じるよね。ただ問題がレベルの引き継ぎはできるのかって話で、ファイナルファンタジーでもレベルの引き継ぎないしということなので、そこら辺がどうなっていくのかなっていうお話なんだよね。皆さんどう思いますか。まあ区切りはこう考えるとドラクエってすごく区切りいいですよね。だからバランスめちゃめちゃ良かったのかななんて思っております。んでアレフガルドはちょっとボス少ないので、まあ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 ボス追加すればいいのかなと。それではですね、最後にドラケツレ HD2D リメイクがですね、ネットに今どんな感じで言われているのかというのをですねちょっと調べてきたので、ちょっと見ていきたいなと思います。ネットの反応です、できてはいるけどスイッチ2のお披露目まで発表できないんじゃないのかなということなんですが、まあ、これね可能性ゼロじゃないんだよ。本当にゼロではないんですよ。これ本当わからないんだよね。そうであってほしいっていう気持ちが強いんだと思うんだけど、僕もそうなんだけど、この可能性はねちょっと前から言ってるんですが、ネットで本当に多いかなと、フル 3D リメイクすら作れただろう期間をかけてどんな名作に仕上がるのやらということで、期間がね伸びれば伸びるほどあのねどうしてもねハードル上がっていくんだよね。でこれ去年出たドラケ3、いやドラケのモンスターズ3ってあったじゃないですか。であれもちょっと画像とかがスマホゲー界をみんな叩かれたんですよ。で叩かれたんだけど発表から発売まで早かったでしょ。であれが3年ぐらいだったらめちゃくちゃ叩かれたと思うんだよ。なのでやっぱりこんだけ期間がちょっと空いてくると、こうやってどうやってどんどんね、まあ、ハードル上がっていくんじゃないのかなと思うよね。で他メーカーなら、開発中止案件やろこれということで、まあまあ元からね5,6 年かかって考えたんじゃないのかなっていうこともあるのでどうかなと。ねですね、そもそもストーリー知ってっからなということで、まあねリメイクだけどねっていうね、リメイクだからねストーリーも知ってて散々リメイクしたものにそんな手間暇かけて、いやリメイク作ってどうなんだろうってことだよね。いや難しいよね。何で難航してるんだろうな本当にということで、難航してるのかボリュームがすごいのかね、ほんと2枚組みたいなので出るのか、それとも、前編後編で出るのかちょっと分かりませんが、可能性はゼロではないというお話でした。まあね6年後に出るんだったら、まあ前編後編でボリュームめちゃめちゃあるんであれば、僕的にはまあいいかなと思いますが、でいつね闇の世界アレフガルド編でボスめちゃめちゃ追加してくれたりとか、なんかねプラスアルファのものがあったりとか、ちょっとドラケ11がなんか垣間見る何かが出てきたりとかねするんだったら全然いいと思いますが、まあ荒れることは間違いないのかなと思います。ということで今回この辺で終わります。よろしければチャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。